はい、あなたと共に坊主 P です。ある方から、リークがありまして、ここ2、3日で、被災地、東北、宮城、岩手、福島ですね、被災地、あと茨城もですか、被災地の、朝鮮総連の敷地をね、減免しろと、税金をなしにしろという申し立てが一斉に出されました。で、その中身がですね、命令一課、本部からの指令で出しているわけなんですけれども、朝鮮総連のことですから、チュチェ思想、だからチュチュだかチェチェだか忘れちゃったけど、主体思想っていうのがありまして、考えることは将軍様とか幹部がやるから、お前らは体の役目をやれ、手足になれ、お前らは考えるな、という思想がありまして、で、あいつらはね、各支部で、考えてそんな行動するわけねえから、そんな行動したら勝手な真似してって粛清されるのがオチだしね。ということでですね、被災地の朝鮮総連の、敷地をですね、税金を固定資産税とかを免除しろと申し立てが一斉に出されております。これはな中の人のリークなんですけど、ここ2、3日です。でですね、その理由がですね、避難所として使ったから公共のものとして認めろということらしいんですけれども、避難所として使ったから公共のものとして、固定資産税を免除しろと一斉に出されております。各、税務署に。でね、7月1日に、今月中に結論出さなくちゃいけないんですけど、自分が思うに、避難所として使った証拠はあるのかという、まず1点ね。あとね、そんな勝手に避難所だっつって名乗って活動していいのってね、勝手に頼まれてもねえの避難所活動しやがって。ね。あとね、公共のものだから免除しろって言うんだったらば、ね、避難民、不特定多数の、誰でも いらっしゃいっつってやったのかと。あとね、避難所だって、公共のものだって言うんだったら、広報はしたのか。ここに避難してください。誰でもいいですよ。お前ら同胞だけをかくまって親戚とかね、それで避難所だから公共のものだからって言い張ってないか。あとね、避難してたやつは日本人なの？お前ら同胞ばっかりね、北朝鮮人だけ、集めて、市民だなんつったって言い張ったってダメだよ。日本国民なんだよ。日本国として、固定資産税を課しているんだから。あとはですね、証明の仕方ですよね。確かに避難所として使われたという証明する義務は申し立てしてる方にあるよね。例えば動画を提出するとかね、いついつの動画です。で、この人は日本人です。帰化した日本人です。話だけじゃダメだよね。私は確かにあそこに避難してました。誰でもいらっしゃいって言いました。他に日本人もいました。とかね、証言つったってそれ信用できないよね。言うだけただだね。ちゃんと動画とかさ、そういう証明がないと。でですね、そういう申し立て、ひょっとしたら課長クラスの判断で決まってしまうかもしれないと。非常にその方心配しておりまして、部長クラスじゃねえのって言ったら、いや、課長クラスで決まっちゃうかもしんないんですよね、と。でね、5年ぐらい前から、朝鮮総連の、敷地の、減免を、税の減免を一切、だんだん減らしてって、やっとね、今、全国的に、ゼロに。で、残っているのは、奈良市。あそこら辺、在日の力が非常に強い。脅しも効く地域。あと税務署内にも在日の手先が入り込んでいるであろう地域ぐらいしかなくなっておるのに。ね。そういうことで茨城、福島、宮城、岩手あたりの、朝鮮総連支部が一斉に減免を、
うん、5年前の栄光よもう一度かなんか言って、申し立てを始めた、ということですね、誰が考えてもおかしな話だ、勝手に避難所やりやがってと、日本人も受け入れたのか、お前ら親戚ばっか集めて避難所だっつったってダメだぞ、そんなこと言うならね、うちだってね、弟、家族、家内のお母さん、そのお母さんのお友達のおばあさん、俺ん家にずっといたからね、1ヶ月ぐらい、総勢10人ぐらいで、米減るの早いのなんの、ということでですね、うちだって避難所だったから公共の施設と認めて固定資産税免除しろって言いたくなっちゃうね、これはね、これを認めると他の日本人に不公平ですからね、うちも免除しろってギャーギャー言い出すからな、キリがなくなるぞ、税務署の課長さん、脅されてもうんって言うなよ、ということでですね、あなたの死だけじゃないんだよ、こういう申し立ては。だから他の市と連携を取ってみんな一斉に断る勇気を持とうね、税務署の課長さん、という励ましのことなんですけども、まずよくまあうーん悪知恵思いつくねって、日本の朝鮮総連も北朝鮮もよくよく金がねえから、びっくりしたよね、ということで、税務署の知り合いがいたら、もう指令は当たってますよと。俺が知ってるぐらいだから。一斉にやられてますよ。被災地。命令一家。まるで軍隊のように。絶対ダメだぞと。思い返せば5年前ぐらいから徐々に締め上げていったという話なんですけれども、5年前っつったら総理大臣誰だっけ、小泉さん、安倍ちゃんか。安倍ちゃんぐらいからガンガンやってったんじゃないかな。カムバックと、な感じなんですけれども。その話はそれで終わってですね。知り合いに税務署員いたら、言ってください。あれだよ、ネットに乗っかっちゃってっからね。課長、それ認めちゃったら叩かれっかんなって。俺らみてえなやつにと、脅すつもりじゃん。で、俺も申し立てすっからって、避難所。でね、証言させればいいんでしょって。ということですね。復興基本法案、早ければ17日にも成立。17日というとですね、最速で17日というとですね、震災から95日ですか。おっせえよ、バカ者っていうね。民主党何やってんだって。あいつら、あからさまだろ、日本人一人でも多く死ねばいいなっていう。意図が見え見えだ、いうことですね。官も死にたいですし、あんなやめる詐欺やっちゃったらもうおしまいだよな。身内からもさ、しらーっとされてさ、経団連会長、大連立しかない。首相は不信任案が出てきたことを重く受け止め、今まで以上に必死に取り組んでいただきたい。噛んじゃダメだと言っております。経団連、米倉、売国、広政会長は、こいつはね、移民1000万人だなんつって、奴隷労働が欲しいんって、しながら人受け入れましょうなんつって、売国道ですんで、それには、その法案を通すには、勘じゃ通せないな、道具を変えたいと。こういう意図でですね、大連立したらとか言うんですけど、自民党さんあたりと組んだら、ダメだよ、それ。できないよ。自民党がストップかけんもん。そんなだったら協力できねえですね。浅はかだな、米倉はと。そんな感じですけど。で、前ね、すっかり、勘、ダメですねってね、呆れられてますね。記者団、6月中の退陣はあるのか、大連立は容認できるのか。菅首相、無言のまま、不機嫌そうな表情で、皇帝に戻ると。なんで俺が辞めなくちゃなんねえんだなんて、わめき散らしたらしいですからね。そんなことまでばらされちゃっているっていう。いよいよもう、追い詰められたな。あとは、自分の家に放火したり、自分の奥さんに放火したり、あとは自分でガソリン被っちゃって、放火してくれるととってもいいんだけどな、という、気がするんですけど。あとね、民主党党員って
て国籍、条項がないんだよ。で外国人でも党員になれると。でその党員も代表選に投票できると。これは結果的にね、日本の総理大臣を外国人の票で左右されてしまう、これはいかがなものかって国会で突っ込まれて、うん、それはちょっと考えなくてはいけませんねなんて現地を取られてましたけれども、北沢、北沢ね、うん、党員やサポーターの皆さんは、納得しないだろう。国会議員だけで代表を選んだら、うん、それ問題だよねって言ってたじゃねえかってね、北沢、うん、外国人も混ぜる気かと、代表選にと、あとですね、小沢氏代表選に向け準備、お前被告じゃなかったかって、あきれちゃうよねこれね。外国人の票で日本の総理大臣決めるのはいかがなものかってね、国会でギャーギャー言われて、そうですよねっつっときながら北沢は、うん、党員が納得しませんよね。そうだね、代表選に投票できねえとなったら党員減るよね、なんだできねえのかっつって応援しねえとなんですね。うん、ね、知らないうちに党員になってる人もいたからね、鳩山のさ、献金でさ、名前俺党員になったら覚えねえっていう、後からボロボロ。で、鳩山が小遣いから、その党費を出していたみたいな。うん。代表選でバレたみたいな。めちゃくちゃですよね、本当に。小沢の被告は代表選に向けてるし、前原もあれだって、否定はしなかった、代表になるってね。あいつら本当にね、議会政治の、議会政治の信頼を損なおうとしてますよ。うん。まるっきり。本当にね、民主主義の破壊者だな。うん。本当にね、という。まあ、さっきの話なんですけど、朝鮮総連の、敷地、免除、しろ、ダメですかね、税務署の課長さん、部長さん、所長さん。ダメだかんな。俺も申し立てすっかんなそんなの認められたら、うじも避難所だったんだからな、つってね。うん。証拠はある、つってね。ということでですね、そんなお知らせですね。皆さんもこの話拡散してください。朝鮮総連の悪だきみをみんなでぶっ潰そう。デトックスジャパン。